ディアブロ3ネクロマン14日目続きやっていきたいと思います。パラゴンレベル505まで上がっております。装備の方はそうね、スキルの方をね、またゴーレムちゃんをいよいよやめました。あのコマンドスケルトンエンフォーサーをつけております。というのも前回パート以降ね、武器とか装備とかいろいろ変更したんだけど、まあ、現状ね、スカルサイス、これ使ってるのにコマンドスケルトンの標的が死亡するとスケルトンたちが自動的に近くの標的を攻撃して、命令すると自身の与えるダメージが 400% 増加するっていうのを完全無視してた感じだったんでね。コマンドスケルトンじゃなくて、ここ、5パートぐらいね、ずっと、ゴーレムちゃんしか使ってませんでした。まあ、そんな感じで今回から、ゴーレムちゃんちょっとやめて、スケルトンやっております。そんな感じで今回は、まずね、マグダ。マグダとかちょっと、ベリアル一番苦手だわ。じゃあ今回まあ、報酬クエストの1個目だけはカットせずにやっていくんだけど、トーメントの方がね、12に上げております。よろしくお願いします。あ、エリート。まあ、これで呼んで。休憩。はい、凍っちゃった。まあ、普通のスピアも強いからね。で、ここに、スケルトンを噛ませて、撃つ。まあ、これだけでもいいしね。だからゴーレムちゃん飛ばしさ5体ぐらい屍作ってそっからスピアをやるより案外こっちの方がいい感じっぽい感じでした。で死体をやればねこれも回復するからいい感じなんじゃないでしょうか。でそれに伴ってエッセンス使う消費するスキルとかはさリキャストが早く回るからね。そういうこと。まあこいつらもう無視していっちゃいます。いやーここが苦手なんだよな。ほいエッセンスが足りないわ。頑張れ。しょうがない、使う。これでまあエッセンスも回復するからな。この後のボス戦がまずいよな。死んだらまた最初からだしね。オッケー。おい。よし、いい感じにリキャストしてるね。世は滅びる。頑張れ。遊びは終わりだな。焼き付けろ。でここでも今溜めてるから行こう。頑張れ。うわ殺しきれねえか。逃げろー。これを避けないとな。まずいぞ。オッケーチャレンジ攻略。いやーほんとさーこの苦手意識しかなくてやっぱ報酬クエストってさ結構ねなんかもういい思い出がないっていうかねきついんだよね。なんか本当これもう報酬の取るためだけに頑張ってる感じだから。まあそんな感じで嫌々だけど報酬クエスト終わらして、ね、毎回楽しみにしてるネファレムリフトやっていきましょう。カットしますね。はい、戻ってきました。まあさっさと鑑定して荷物整理しましょう。じゃん。まあいらないやつはもう全部処分して。よし、じゃあ開けましょう。いただきましょう。OK。じゃあこれ開けて。
いただきましょう。じゃーん、ナイトシェード。オッケー。まあ、一応これも鑑定か。はい。まあ、そんな感じで、今回拾ったの。まあまあまあ、進行のグローブに、ナーゲルリング。まあ、全部分解ですね。じゃあ、準備して、ネファレムリフト行きましょう。いいね。よし、行きましょう。よろしくお願いします。まあ、そんな感じで、スケルトンをちゃんと利用しながら、衰弱も使いながら、ちゃんと普通にランスも打ちながら行きましょう。まだ力が溜まっていない。エリート探しながら、いた、なんかいた。これがね、結構何体かいるときついんだよな。ああいうさ、オッケーオッケー。うん、あんま調子乗って突っ込むのもいかんしね。で、そうこうしてるうちにリキャストしてるから。よし、こう。エリートいねえか？これエリート？チャンピオンだったかな？じゃん。ほい。どっち行こう。サンダーだって。逃げろ逃げろ逃げろ。あんま調子乗ってると死ぬからな。なるべく寝る。よし、オッケー。やばいやばい。オッケー。これあるあるだよね。結構やっちゃうね。回収して 42%。 まあその関係でさ、結構グレーターリフトでも結構ね、この爆風に巻き込まれて死ぬことも結構多い。おい、エッセンスが必要。よし、行くぞ。この世界はもはやお前を許容しない。うん、行き止まりなんだ。ゴー。オッケー。よし、リキャストしたぞ。お、ぐるって、こっち側か。ぐるっと回っていく感じね。エリートチャンピオンはいない。ゴー。わ、割れちゃった。ゴー。奥にエリートいんな。やべやべやべ、動けない。いやだー、こういう時にゲーのブーツが欲しいよね。やばい、死んじゃった。まあ、これでリキャストするから、オッケー。やばいやばい。これだけは避けないな。おお、で。回収回収。無理だ。うん、よし、リキャストしてる。オッケー、進もう。オッケー、ちょっと控えようか。
おお。71%。やべ。やばい、これやばいぞ。よし、こう。使えない。オッケー。わお。ブーツ。80%。わほ。本当恐ろしいわ。エッセンスが足りない。よし、こうか。お、いいもん発見。88%。誰もいねえな。こっち側行ってみようか。OK。 ほい。OK。 ゾロゾロっと出てきてくれたら使おうか。ここいるけどさ、92%。ん？96%。リキャストしたと同時にボス行きたいね。そこ、ここ右曲がってみようか。行き止まり？左上とかか。行きますか。なんかこういうのもあるんだよね。広いマップだと特にさ、全く敵がいないんだかみたいなね。OK、これでいけたね。おいでおいで。どこに来る？バグってる？向こうか。まあその間にリキャストしてくれたらありがたいな。なんだよ、こんなことなかったぞ今まで。いたいたいた。デスリスさん。ほい。めっちゃ減るわ。おい、お疲れさんでした。ふい、戻りましょう。まあ危なっかしいな。オッケー。で676か。とりあえず鑑定して何が出たかだけ見よっか。おい、いかがでしょう。ゴーレム革ズボン。ゴーレム使ってるときは一瞬使ったけどね。いいなか。じゃあ分解して、始まるまでね、グレータリフトの直前までカットします。はい。グレータリフト行くんだけど、ここ最近ね、60の方をやっておる感じですけど、64。挑戦してみるか。かなり怖い。60でもね、なんか死ぬ。うわ、もういきなりじゃん。まだ使えない。いきなりやばくね。いや、いきなりもう動けないんだけど。動けないんだけど。おい。あ、階段になって攻撃当たんないってやつか。ね。おい、のうざいよな。おい、オッケーオッケー。オッケー。それはできない。
なんかいける感じかな。サンダーとか。どこどこどこ。オッケーオッケー。ふう。現状いける感じだな。おい。よし、止まった。行こう。エリート発見。このぐらい止めとくか。オッケー。ゴー。いい感じ、溜まったね。ゴー。エリート発見。ゴー。下がれ下がれ下がれ。うん、25% って感じ。現状だとまだまだいいけど、最初のあ、無理だ。この階段の感じがまずかったな。怖かったな。階段だとさ、これが通んないからね。よし、こう。エリート、エリート、いたいた、エリート、ゴー。よし、殺したか。オッケーオッケー。わー、敵が多い。ほい、よし、こう。エリートさんいるかね。発見、発見。ほい、ちょっと離れよう。全然削れない。どうなってる。よし、こう。たまに無敵シールド貼っててさ、雑魚倒さないと話なんない時もあるからね。もうリキャストしてると、まだ使えない。よし、こう。こっち正解ルートなのかな。やばい。逃げろ。よし、こう。おい。寄るな寄るな寄るな。オッケー、リキャスト。オッケーオッケー、いい感じいい感じ。まだ石だからな。下に行こう。終わりか。ふう、熱いね。この語がね、怖いよね。ほい。衰弱で回復だし、オッケー、ゴー。エリート、エリート。ほい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 。落ちっか。オッケーオッケー。不可能だ。ほいほい、ゴー。エリートらしきものが見当たらないぞ。気づいたら 96% ですね。一瞬だな。ちょっと下がるか。よし、こう。ほい。オッケー、かまったね。これこのまま出てきてくれたら面白いな。来たぞ来たぞ来たぞ。おい、お疲れさんでした。
ふう、大量だな。よし、なんかいけちゃったわ。いけた。まあだいぶレベル上げしたからね。まあこの辺揃えときましょうか。うは、 70% 失敗するか。 60% よっしゃ、いい感じ。よし、じゃあ戻りましょう。まあこれでまあかなり更新できた。60ぐらいはずっと回ってたんだけどね。案外マップが良かったのかな。良いもの知識を求めていたのだ。511。いやー、ゴーレムちゃんやめてあのスケルトンにしたのが正解。いい選択だった感じだな。ジョンストン、あ、でこれ出ました、オブシディアンリングオブザゾディアック。あの属性は低いけどね、あのまあリキャスト早くなるってことで装備してます。はい、そんな感じで今回は511まで上がって、パラゴンレベルも上がって、で、ネファレムリフトもね、64まで来ました。もう70超えれば、あの、プライマルだっけ？もう一個、レアのもう一個上、レジェンダリーのもう一個上が出るんで、楽しみだな。はい、そんな感じで今回はこのところで終わりたいと思います。次回パートまでね、もうちょっとね、頑張ってレベル上げて、挑みたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。